2024年3月20日水曜日、しぎれもんネットラジオ、こよい不思議なラジオでということで、こよいもんひとびらへようこそ、しぎれもんでーす。さあ、今週の狭間水曜日ということでお送りしていきたいと思います。この後はしぎれもんの最新情報、しぎれもん何した、そしてリートークしぎれもんということで、新たにね、ハマるかもしれない、角川三人娘ということで、その中でも今すごくこう一押しなの渡辺のり子さんということで、晴れ時々殺人という映画をねちょっと見出してるんですけども、非常に、ねなかなか良くてですね、そちらについて今日は語りたいと思います。そして、シエマさんでレモンニュース&エンタメチェックのコーナー、ミュージシャンの岡崎体育さんがですね、自身のライブに、お客さんが全然入らなくて赤裸々告白ということで、キャパにどれだけ入ってるかっていうこともですね、公開してですね、なんとか来てくださいというなかなか新たな営業スタイルに笑ってしまったんですけども、そちらのニュース、神戸大学の学生がサークル合宿で障子や天井を破壊ということで、なかなかこうアホみたいな関西弁こういう時役立ちますけど、アホみたいな写真がすごくこう拡散されているんですけども、こちらのニュースなど今日はご紹介したいと思います。トレンドレモンですけども、毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらっとご紹介しておりますが、今日はラジオチャートということで、東京の FM J-WAVE、 そして大阪の FM802 のランキングをご紹介したいと思います。今日も8時から30分がどうぞよろしく。この番組は不思議音楽レベルの提供でお送りいたします。しぎれもん何した、このコーナー最新のしぎれもんニュースを自分自身で打ち合うというコーナーでございます。それではまずネットの配信予定いってみたいと思います。水曜日の6時は私が最新の楽曲をご紹介するレモンチューブステーション。今日はデュアリパ、トレーニングシーズンということでね、もうちょっとこうディスコでもいいのかなと思うんですけども、非常にこちらも聞きやすいねナンバーとなっております。6時配信しております。6時はレモンジュリーステーション。今日もレモンジュリーニュース1830の予定となっております。レモンジュリーステーションと連動して6時半に配信しております。8時、このラジオ現在不思議も公式 YouTube でプレミア公開中。プレミア公開終了後は不思議テレビ上にて配信。不思議レモン公式では概要も同時に配信しております。9時、水曜日9時はシレモテレビということでね、水曜日9時はねネットテレビシレモテレビでございますけども、今日の気になる話題としましては、この後もお話しいたします。岡崎体育さんのね、ライブのキャパですね、 お客さんが全然入ってないという話ですね。そして、キーワードトークは、失恋した時は何をする、好きと愛しているの違いは、好きなスーパーはの3つでございます。シレモテレビはこの後9時、チャンネルはこのままぜひご覧ください。10時から1年前のシレモコンテンツ再配信、プレイバックシギレモン、1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前のこよい不思議なラジオで、そしてシギレモンテレビはこの後10時プレイバック配信いたします。不思議テレビ上にてプレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシギレモンシジュールということで、今日は久々に、ゆっくりと朝からですね引きこもりということで、昨日ちょっとこのラジオ半分ぐらいは撮っておいたので、とにかく先に、収録をして編集をしていかないとという感じなんですけども、今日は朝からこのラジオ収録の続き、そしてジュリーの音声収録、昼またいで、フシレモテレビ収録、そして明日用の日でも21時収録という感じのね、一日となっております。
送したのはフシギレモンでメロディーでした。フリートークフシギレモンということで、昨日のオープニングトークでもちらりとお話しましたけども、角川三人娘、シリーズね、危ないレカード、同時進行で、今見ておるんですけども、何か見ようかなと思ってですね、言ったと思うんですけども、探偵物語、薬島裕子さんの、そして渡辺典子さんの、晴れ時々殺人というのをこう同時並行で見てたんですけど、こんなこと言ったらあれなんですけど、どうせ内容はしょぼいだろうみたいな感じのことを言ってたと思うんですけども、意外に面白くて晴れ時々殺人の方はもう見たらずっとでもいつの間にか30分ぐらい経ってて面白いな結構とかいう感じで、どうなるんだろう続きはとかいう感じになってみましてですね、とにかく渡辺典子さんがお綺麗で、非常にそういうところもいい感じだなという、雰囲気がいたしましてですね、なんともやっぱりその80s 感がすごくこうね、やっぱ危ないリガも 80s ですけども、こうなんかなんていうのかね、同じその晴れ時々殺人は1984年でしたっけね、危ないリガ1986年ですよね。ですので2年ぐらいしか差がないので、あまりそのファッションとかもほとんど変わらず、なんかこう同じような世代間でこう見れるっていうのはなかなか面白いなという感じもいたしますけども、テンポ感も良くてですね、晴れ時々殺人はだからなんかパン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 っていう展開が結構、いい感じ、あと舞台を見ているようなこう絵のカメラの構図だったりするので、結構こう見入ってしまうようなところがあってですね、続きを早く見たいなという感じでございますけども、危ないデカも相変わらず面白くてですね、もう結構、回は見ているんですけど、数回前のあれはどこなんですかね、なんかどっか、シシドジョーさんでしたっけね、ほっぺがぷくっとなっている方で、その方がですね、かなりの、先輩刑事みたいな感じもう辞められてと、でその方を中心に事件が、こう回っていくという感じで、その、元刑事なんですけども、その方の、拳銃が盗まれて、それが犯罪に使われるということで、でタカさんが単身その、シシド、ジョーさんのところに行ってですね、こうお願いですからその協力してくださいみたいなことを言うんですよ。向こうは年上ですしね、 かつての刑事なんで、初めはこうお願いしますみたいな感じで言うんだけど、そのシード・ジョさんは結構厳しくですね、うっさい帰れ、二度と俺の前に顔を出すんじゃねえみたいな感じでこう手荒く、突っ張られるんですけども、お願いですからってその言ったその後にバーって殴り始めて、タカさんがそのシシド・ジョさんいや展開早すぎる先輩なんじゃない、もうすごい二人で殴り合いをしてるというね、何なのこのすごいなと思いながら、もう昨日見てたやつも、永瀬俊なんとかさん、今はもうかなり、ベテランのもうすごい主役張られるようなかなりレジェンドの俳優さんの、その永瀬なんとかさんのもう新人時代、その相手はその言ったらなんか中学生とかいう高校生とかそういう感じの、その少年青年が、言ったらこう犯罪的な、なんかね、ものをこう引き起こすみたいな、回で、それはもともとその薫が、昔その補導した少年がなんかで、更生せずになんかその事件に巻き込まれるみたいな、ことなんです。その方がその永瀬なんとかさ名前が出てこないけど、でその方にもなんかもう数秒後にはですね、もうなんかこう、もうなんか殴ったり車にこう、こうなんか引っ張り回したりとか、すごいなとか思ってしまいますけども、一曲挟んで CM の後はレモンニュースアンドエンタメチェックです。シギレモンでロードランナー。I'm not afraid to die.
ーレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。レモンニュース&エンタメチェイクのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の線で早くや言うコーナーでございます。それではまずこちらのニュースからスタートです。こちら岡崎体育さんの公式 X より公開春ツアーの1階席の最新券売状況ですということなんですけども、かなりお客さん入っていないようで、ツアーするんじゃねえよって話なんですけども、まあその岡崎さんの、ツアー各地のキャパと、今どれだけ売れているのかというのをなんと本人が赤裸々に、書いてですね、いたら X にこうポストしているんですね。例えば東京でしたらキャパ2107枚、ゼップ東京ですかね。で、残り743枚ということなので、3分の2だけ売れているということですね。大阪はひどくて2351枚のキャパのところ1288枚、半分しか売れてない、半分も売れてないという形になるわけなんですね。ひどいところによると札幌ですね。札幌は1800枚のキャパなのに残り1486枚、つまり300ぐらいしか売れてないという感じで、プロのミュージシャンの方がこんな言った赤裸々告白もそうなんですけども、ここまで売れてないというのはいかがなものなのかなと思ってしまうんですけども、でもこれってミュージシャンっていうかアーティストが悪いというよりも本当にスタッフというか、その所属のレーベル、これ見たらソニーミュージックって書いてますから、企画制作ってね書いてますから、いやそれはそのアーティストにこういうことをさせるのってかわいそうすぎませんって、その言ったら売り出すのがその言ったら所属の事務所の役目でしょって思うんですけどね。もちろんそのアーティストはその宣伝するためにですね、いろんな場所に出てですね、テレビとか、その自分のそのなんていうの、いろんなね、言ったら声を出してですね、来てくださいということは必要だと思うんですけども、こういうことさせたらどうなのいかんのではないですかね、思うんですけどね。ただね、やっぱりね、はっきり言ってライブで集客できるっていうのは本当に言ったらもう超一流クラスしか無理なんですよ。アマチュア、インディーズなんかまず入らないですし、このプロのミュージシャンでもですね、やっぱりそこそこ売れてるとか、言ったら今で言うところの米津玄師さんとか、ヒゲダンとか藤井風さん、この辺は全部入りません、あいみょんとかね。でその下になるとやっぱりね入らないんですよ。これどうやってわかるかって言ったら、ラジオとか、テレビとかでもよくその、ミュージシャンアーティストのね、ライブツアーのその宣伝あるじゃないですか、ただいま受付中っていうのは全部売れてないんですよこれはマジで。でというかもう CM 宣伝かける自体がもう売れてないということなんで、例えば藤井さんとかヒゲダンとかそんな宣伝とか書けないじゃないですか。もちろん前売りはともかくね、先行抽選はともかく、
一般発売を宣伝するっていうことはないので根本的にね。あとはまあレジェンドグラスですね、まあ、ミスターチルドレンとか桑田佳祐さんとかユーミンとか、まあこの辺のレジェンドクラスはまあ間違いなく入りますね。すぐ売れますよね。でやっぱりそのベテランの方でもその今挙げたレジェンドクラス以外は売れないんですよ。まあこれ何が言いたいかというと、ライブに集客するというのはもうめちゃくちゃ難しい話なんですよね。ですからまあ僕の知り合いの、まあインディーズのバンドの、インディーズのミュージシャンの方とかアマチュアの、まあミュージシャンの方とかいろいろいらっしゃいますけども、まあとにかくね集客できないのにライブしようとするんですよ。そうするとどうなるかっつったら、まあ今回岡崎さんも知り合いのミュージシャンが結構みんな声を出してくれて、まあ俺も行くよみたいな感じで言ってるんだけど、まあそういう現象になるんですよ。まあつまり知り合いをこうかき集めていくという、まあまあね、連絡取ったりして、そういう感じになる。たまに来るんですけども、全部僕は断るんですけども、もうそういうのはもう僕はもう言ったら、花からその入るライブしかやらないので、もう一切もうね、自分のまあその力量というかもう、自分ではよく分かっておりますので、その無茶な、ライブとかは一切しませんので、もうそういう勝手に自分で、なんていうの、ライブやっておいて、ね、まあつまり、最初にもう売れるかどうかっていうのは分かるじゃないですか。もう言ったら、ユーミンなんてもう やる前から売れるって分かってるからやるようなもんじゃないですか。皆さん、ヒゲダンだって。藤井さんだってそうじゃないですか。だからそういう言ったら考え方じゃないとダメなんですよ。これはあのシングルとかあの楽曲もそうなんですけども、あのだいたいね、あのこの大御所系というか売れてるミュージシャンの方々はですね、最初にオファーが来るんですよ。つまりもう作る前から売れることが決定してるんですよね。まあ言ったらテレビ CM の、まあ楽曲とか、まあドラマのねオープニングとかアニメとかいろいろね。まあ言ったら、こういう感じの曲作ってくださいって、向こうから来るんですよ。そうすると、それでもう、アーティスト側は、それに言ったら、応じた曲を作る。で、もう言ったら、もう、その段階で、まあ言ったらもう、企業が宣伝しますから、まあ拡散される。かつ、企業がマーケティングをしてですね、もうかなりこういう曲を作ったら売れるというようなものが、ありますから、それを、アーティスト側が作って、まあもう、ほぼ売れるような楽曲になるという。まあそういう、まあ言ったらもう、やる前から売れなきゃいけないんですよ。で、大体こういう売れ残る方っていうのは、そういうことを全く考えずに、自分がライブをやりたいとかツアーをやりたいということが先行してしまうから、このような形で余ってしまうという現象になってしまうわけなんですよね。岡崎さんってね、まあその結構面白い歌っていろいろあって、まあね、いいとは思うんですけども、やっぱりなかなかね、ヒットはしてないと思いますし、むしろその音楽よりもその俳優というかそういう方が結構面白いというか可能性ありそうな雰囲気もありますしね。そっちで売っていた、なかなか唯一無二の雰囲気を持っている方なので、そっちで露出増やして、でまあ言ったらライブとか音楽活動は縮小させて、まあ言ったらね、うん、まあ そこのなんていうのか、バランスをうまく考えたらもうちょっと、うん、まあツアーとかもね、人は入るんじゃないですかね。うん、まあそれは僕も偉そうなあれは言えないんですけど、ただやっぱりさっきも言ったように、まあ入る前からやっぱり、うん、ね、ただこれ今回このような形を言って、なんかメディアでも紹介ニュースになって、ね、結構売れてるみたいなんで、うん、ただ今後はこの手は使えないからね。うん、今回は使えるけども、毎回は使えないから、今回は何度かこれでいけるかもしれませんけど、だからちょっと戦略を、やっぱこれアーティストにさせるのはかわいそうかなと思ってしまいますけどね。こちら3月19日、J キャストニュースより、神戸大学のサークルメンバーが旅館で迷惑行為、大学が謝罪、厳重に対処ということなんですけども、旅館の障子や天井を破壊する男女の写真や動画が拡散された件、神戸大学のサークルの春合宿だとされ、ネットで批判が広がった神戸大学は19日に公式サイトで謝罪し、厳重に対処いたしますとしたということなんですけどもね。まあこのリップを見ますと小学生かというリップがね、本当に多く見られたんで、今更僕も何も言うことがない小学生かとしか言いようがない、幼稚園かもしれませんけども、今時小学生でもねやらないかもしれませんけども、ただどうなんですかね。なんかまあ僕はよく大学っていうのはよくわからないんであれなんですけども、その日本の大学っていうのは入るのが難しくて、もう入ってしまったらもう遊んじゃうみたいなところがあるというふうにね、まあよく言われて、で
まあアメリカとか向こうのヨーロッパね、欧米の大学では入るのは簡単だけど出るのが難しいという、僕はそっちの方がいいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。とりあえずなんか自分の希望の大学には行けて、まあ、とにかくもう出られない、もう必死にやらないと、そっちの方がやちゃんとやるんじゃないですかね。なんか大学生って何なのかなって思ってこういうのを見ると思ってしまいますけども、レモンニュースエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあえているトレンドレモンのコーナーでございます。毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらりとご紹介しています。今日はラジオチャートということで、東京の FM JWAVE、 そして大阪の FM802 のチャートをご紹介したいと思います。まずは東京の FM JWAVE の TOKIO HOT 100 BEST 10、 10位から4位まで。10位ルッセラフィームイージー、9位がジェイコブ・コリアフィーチャリング、エスパー&クリス・マーティンオーバーユー。8位宇多田ヒカル何色でもない花。7位シザサタン、6位ファビアナ、パラディーノ Stay With Me Through the Night、5位がセレーナ・ゴメス・ラボン。4位がビヨンセ・テキサス・ホールド・M でございます。あの例のね、すごい格好のやつでございますけども、そして、次が、大阪の FM802 の大阪 HOT100、ベスト10、 10位から4位まで。第10位、ビヨンセ出ました、テキサス・ホールド・ M。 9位ハン・プレッターズ・ダンス・イン・ザ・ルーム。8位アリアナ・グランデ・イエス・アンド。7位が宇多田ヒカル何色でもない花。6位緑黄色社会パーティー。5位サウスイードクこの長い旅の中で。4位がスパイエアオレンジとなっております。ともにベスト3はエンディングに。Fix it, I can't get it out.
送りしたのはシーレモンで恋の人チャート68渋谷スタジオライブでした。トレンドレモンの続きです。今日はラジオチャートをお送りしております。まずは東京の FM J-WAVE TOKIO HOT100 ベスト3第3位、ファレル・ウィリアムズ、マイリー・サイラスのドクター・ウォーク・イット・アウト。2位がデュア・リッパー・トレーニング・シーズン、先ほどレモンチューブセッションでご紹介した、1位がアリアナ・グランデ、マライア・キャリー、イエス・アンドとなっております。次は大阪の FM802 の、ベスト3第3位、思いの丈1億光年、2位が、クリーピーナッツ、ブリングバンバンボーン、1位がバウンディ、タイムパラドックスとなっております。まあバウンディさんね、今年も強いという感じがいたします。トレンドレモンでした。お送りしてきました不思議レモンのネットラジオ、今宵不思議なラジオ、明日は木曜日8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。全ては優しい。